本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。本の話ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。今日は作家の西藤あざみさんにお越しいただきました。西藤さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。西藤さんの新刊幽霊作家と古物商黄昏に浮かんだ謎が7月9日に文春文庫より発売になります。簡単なあらすじを説明しますと、本作の主人公は自分の死因がわからないまま小説を書き続けている作家中月京。京は幽霊なので当然誰からも見えない存在なのですが、唯一三倉坂るいという古物商をやっている青年だけが彼のことを見えて話しかけることができます。幽霊の京と古物商のるいのコンビはどうやら他の霊を引き寄せやすいようで、2人のもとにはさまざまな怪異が訪れるというホラー短編集になっています。はい、はい、早速この幽霊作家と古物商のお話について西藤さんにお伺いしていきたいと思うんですけれども、こちらの執筆の経緯を聞かせいただけますか。はい、執筆の経緯、実はコロナ禍が影響してて、コロナ禍の時にリモートワークになってパソコン通して仕事をしたり原稿とかのやり取りだけするようになった時に、はい、これ私死んでもパソコンさえ動かせれば全然作家業できるなって思ったんですけど、そこから幽霊作家の設定が浮かんで、でお話が生まれたっていう感じですね。あ、これ話すの初めてかもしれない。はい、初めてですそうだったんですね。そうですね、そういう感じで温めてた企画で、はいはい、ホラーを書きませんかってお話いただいた時に、はい、いくつか企画出してその中の一つがこの本だったって感じですね。あ、じゃあ今日の幽霊だけどパソコンは触れるっていう設定は西藤さんのご経験もちょっと関係している、ね、ということですね。はい、むしろちょっと私は楽しさを感じてしまったんですね、はい、ちょっと不謹慎かもしれないんですけど、はい、なんかずっと在宅ワークとかが夢だったんで、はい、それがなんか急にコロナで叶ってしまったみたいなところもあり、はい、なんか会議とかどうなるんだろうと思ってたらズームで普通にできてしまったので、なんか肉体っているのかなみたいなことを考えてしまったんです。あ、はい、実はそうです。実はすみません、先に話しておくようで、でもなんかその一人きりだと物語が動かないので相方を作ろうと思って、はい、なんかキャラ付け、いいキャラ付けを探してるうちに古物商っていうキャラが生まれました。あ、そうでした。初めて聞きました。はい、もともと西藤さんホラーはお好きなんですか。あ、好きですね、はい、都市伝説から小説からみんな結構好きですね、うんうん、映画もたまに見ます。あ、はい、でも一番ホラーを楽しまれる媒体は小説が多いですか。あ、小説が多い気がしますね。全部好きなんですけど、はい、怖いのはネットの短い話とかが勝るかなって感じするんですけど、はい、面白さで言ったらやっぱり小説が一番記憶に残るような気がして読むのは小説が多いですね。なるほど、はい、ちなみに余談なんですが、はい、西藤さんが文春オンラインでおすすめのホラー4選を記事としてエッセイで書いてくださっているので、ぜひそちらもお読みいただけたらと思います。はい、ぜひ読んでください。はい、本当に全部読みたくなってしまうのでぜひご一読いただければと思います。おすすめばっかりです。はい、はい、そうですね、幽霊作家と古物商の内容についてもお話を伺っていきたいんですけれども、こちらって日常生活に潜む怪異を中心に書かれているなと思っていて、それが人が怖いヒューマンホラーみたいなところにつながっていたり心霊ものにつながっていたりするんですけれども、西藤さんが今回収録している13本の中でお気に入りのエピソード怖い話があったらお伺いしたいです。大蛇と、ああ大蛇、大きな蛇の大蛇の、はい、そうですね、はい、2羽目の大蛇と、あと模様ガラスの向こうとかが
よく描けたかなっていう意味で気に入ってて、はい、あとはハロウィンの夜とか、 あとデジタル怪談も怖さで言ったら怖いかなって、うんうんうん、さっき言ったハロウィンの夜はコミカルな一編で、はい、ちょっと新しくはないんですけど、なんだろう、この短編の中で緩急をつけるっていう意味でなんか面白く読めるんじゃないかなと思って書きました。確かに、はい、まず大蛇と模様ガラスの向こうは結構最初の方に収録されている短編ですが、はい、確かにオーソドックスなホラーという感じがしますね。そうですね、うん、なんか序盤で引き込めるような、うんうん、なんかオーソドックスかつちゃんと短くオチがついててホラーとして楽しいもの、うんうんうん、って感じですかね。確かに、うんうん、そうです。大蛇は私も好きで、おー嬉しいです、はい、子猫が出てくるんですよ ね、 そうですね、子猫の幽霊の謎みたいなところも絡んできていて、はい、この主人公の今日のちょっとした一面みたいなのも垣間見ることができて、私すごく好きなエピソードです。そうですね、結構なんかこの話書いてキャラが決まってきたかもみたいなところありますね。そうなんですね、はい、うんうんうん、あとはそうですね、ハロウィンの夜は基本はこの話ってチョウとルイの2人のコンビがメインになっているんですが、1人新しいキャラクターが出てくるショーですよね。はい、そうですね、キーパーソンになるような時間でもちょっと大事な役割をするキャラが、はい、新キャラが出てくる、新キャラプラスもその例の2人でなんかちょっとコミカルな怪談みたいなのを書きました。確かに京都ルイとまた全然キャラが違いますもんね。そうですね、本当に圧倒的な陽キャですね。陽キャそうなんですよね、はい、なんかこの2人はすごく静かな2人なんですけど、急にこうその場にこの新しいキャラクターが来ると場が華やぐような感じがあって、はい、おすすめです。ありがとうございます、はい、あとデジタル怪談、私一番怖かったです。あ、よかった、嬉しいです。本当にこの最後から2本目のデジタル怪談すっごく怖いのと、多分なんか自分でもスマホとかパソコンでネット検索をしている時に遭遇しちゃうんじゃないかっていう怖さがあって、うんうん、非常にゾッとしましたね。これは初めて読んだ時、嬉しい。このネタ思いついた時は、はい、もう1本書けるぞって思いましたね。どんな時に思いついたんですか？え、普通にパソコン使ってる時にこれが起きたら怖いなって思って。怖いですよね。怖い。でも実際ちょっとその何かパソコン使ってる時に、はい、なんだろう、何か調べ物をしててちょっと驚く時があって、うん、ある意味実体験なのかもしれないですね。そうですね、ぜひネットを、はい、日頃使ってる皆さんに読んでいただきたい一本です。本当に13本全部おすすめなので、ぜひお手に取ってみてください。見てください。はい、はい、お話の内容はもちろんなんですが、カバーがね、もう本当に魅力的でして、はい、イラストレーターのネイさんという方に今回のイラストをお願いしたんですが、本当に綺麗に描いてくださっていて、見るたびに惚れ惚れとしてしまいますね。わかります。はい、本当に素敵な表紙をいただいて、うん、とっても嬉しいです。作者は、うん、よかった。植物もいいですよね。いいですね。この植物も実は作中に関係してきているので、読み終わった後にまたカバーを見て見直してみるといろいろ気づくところが多いんじゃないかなと思います。確かにそうですね、よく見るといろんなガジェットが配置されてていいですね、はい、なんか質感も本当に素敵ですよね、メイさんのイラスト。確かに、なんか植物のこの葉っぱの膨らみとかがなんかすごく触れるんじゃないかっていうような感じがしますよね。しますね、うん、素敵ですね、うん、はい、はい、実はあのこの幽霊作家と古物商ちゃんと続きがありまして、独立したホラー短編集と
いうことにはなっているんですが、ところどころにあの主人公の今日の死の真相を匂わせるような描写があって、この今日のなんで死んだのかっていう謎が10月に刊行される下巻幽霊作家と古物商夜明けに見えた真相で明らかになるんですよね。こちらもぜひあの10月の上旬頃に発売になるのでお楽しみにしていただけたらと思います。はい、西藤さんの方で巻の読みどころとか、なんか読者さんにお伝えしたいこととかってありますか？読みどころ、そうですね、5分で読める怖い話っていうジャックの通り、あの帯の言葉の通り、あのちょっとした隙間時間で楽しめる怖い話、かつ連作短編で、この長編としてのその物語とかキャラクターの面白さみたいなものも味わえる本になったかなと思うの で、うん、ですね、時間がない現代人はなんかなんて言うだろう現代のね忙しい時って娯楽もなかなか楽しむ時間がないと思うんですけど、この本で楽しんでもらえればと思います。夏なんで怖い話で涼しくなってもらえると嬉しいです。そうですね、怖くてでもちゃんとキャラクターの魅力が感じられて面白いので、ぜひ皆さんお手に取っていただけたらと思います。あと最後にあの質問なんですけれども、あの西藤さん、もし次回作のご予定などがあればお伺いしたいです。はい、はい、まだちゃんと予定決まってはいないんですけど、どうだろう、2つ企画っていうか原稿が進んでて、すごい、はい、なんかハードカバーのファンタジーミステリーとホラーのモキュメンタリーとがもう脱稿してて今開放中みたいな感じなので、はい、今年中に出たら嬉しいけど来年だろうなぐらいな感じです。はいはい、ちなみにファンタジーミステリーの方は和風系ですか？はい、あ、いえ、なんかそこも何とも言えないファンタジー、ファンタジーワールドです。あ、すっごく読みたいです、楽しみですあとモキュメンタリーも今本当に勢いがあるなと思ってるので、はい、ぜひ西藤さんの文章で読みたいなと思います。出る頃にドキュメンタリーブームが続いてるといいんですが、続いてますよですね、はい、早めに読みお出しできるように頑張ります。はい、楽しみにしてます。はい、本日は西藤あざみさんにお越しいただきました。西藤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。